持ち点は 9.50 です。持ち点 9.50、 ドミトル選手の得点は 9.70 です。 19.35 ということになります。後方宙返り上がり、これは決まりました。最初の上がり方は最近ほとんどの選手がロンダードからロイター板使って上がってきますね。はい、これは難しいんですか、なかなか。そうですね、難しいですから、はい、一応加点がつくわけですね、0.1 あるいは2ですね。そうしますとやっぱり最初の入り技でピタッと決まったときはホッとするでしょうね。そうですね、佐藤選手良かったと思いますよ、はい、上がりが。あ、今のも成功しましたね。はい、スワン宙返り2回連続、14歳、朝日生命体操クラブです。もう日本の主流は中学生になってきました。今年の全日本はご承知のように篠田美穂選手が優勝を飾っております。これは史上最年少のことです。今日はスピードもありますよ。はい、とにかく個人総合でも日本勢は非常に健闘いたしました。この工藤選手も個人総合で8位に入っています。フィニッシュですね。はい、後方の屈伸の2回宙返り降りでやります。成功しました、はい、とても今日は安定しましたね、そうでしたね、はい、持ち点が 9.50 でやります。今回日本の4選手は篠田選手がね、はい、ちょっと不調な点があったんですが、その他の選手は好調でしたね。そうです、全部パーフェクトで、はい、ミスなく行っているようですね。そうですね、はい、まあこれは具志堅さん、国際大会ですから、はい、そうですね、こういうところで若手自信つけるというのは大きいですよね。そうですね、来年のステップになりますしね、頑張ってもらいたいと思います、はい、やっぱり具志堅さんなんかもこういう国際大会、中日カップで4回優勝をしていらっしゃいますけども、はい、相当自信になったんじゃありませんか。そうですね、はい、この大会が1年の終わりの大会ですので、そういう面では締めくくると次の準備に取り掛かりやすいですね。そうでしょうね、はい。